あーめっちゃかゆい。あーかゆい。聞こえるかい？聞こえる？ ASMR の動画です。はい、どうもアメジンです。めっちゃ嬉しい。今僕はすごい嬉しいよ。なんか今週めっちゃいいことが起こる。なんか僕はめっちゃ日本語勉強しないといけないと思ってて、はぁ、今週毎日動画作ろうと思ってて、できるかな。まあできると思う。まあいいんじゃない？いいんじゃない？今週毎日動画を作って出します。イエーイ。ナルト、ナルトになりたいな。とにかく僕はめっちゃ頑張ります。今週めっちゃ頑張ります。で、今日の動画のトピックはね、あのミラという人についてです。ミラって誰？ミラって誰？ミラって誰？ミラ、他の名前はカナダ人さんです。まあカナダ人さんはまあドラマよくあるんですけど、僕はドラマあまり好きじゃないんですが、なんか最近何か起こって、あーこれはいけんと思いました。それはこちら。はい、ミラさんの日本語のチャンネルです。で、このチャンネルの英語でバイオグラフィー、バイオ、バイオ、バイオかな、ビオ、わかんねえ。まあこの部分はね、ほら見て、何これ、何これ、日本人、日本人じゃねえよ。何これ、と思いました。嘘じゃー。いやー、ごめん、広島で大好き。でもカナダ人さんはちょっと頭がおかしいと思います。多分ね、英語でも時々わかんない。何言ってるの？大丈夫か？頭大丈夫？頭大丈夫？あまりわかんない。文句言いたくないですけど、これはいけん、これはいけません。なんで日本人だと言ったの？日本人じゃねえよ。おかしくない？これはなんか、どうして外国人は日本人だと言ってるの？わけわかんない。でもね、僕は確認しました。すごい確認しました。ツイッターでツイートを送って、なんか質問した。それはこちら。で、カナダ人さんの答えは、そうですね、 No。 僕はあれ見て、は？じゃあなんで日本人だと言ってるの？あー、これはめっちゃ困難。皆さんどう思いますか？これ意見？これおかしい？嘘をつくことはダメですか？これ嘘でしょ？これ嘘、ほんまに嘘じゃ。また広島弁、ごめんなさい。広島恋しい、西日本恋しい。もし面白いコメントがあれば、ぜひコメントしてください。あとチャンネル登録、評価もお願いいたします。バイバイ、ピースガイズ。